柿「柿はフランスにはありません。イタリーの国で日本から柿の木を取り寄せて植えてからフランスへも柿がいくらか来るようになりました。日本で食べるようなおいしい柿はまあ外国では食べられません。日本にはおいしい柿があるそうですね。とよくフランス人が父さんに言いました。 みかんもフランスにはなかったそうですが近頃はアルゼリーの植民地の方から来るようになりましたみかんのことはフランスのことばでマンダリンといいながら柿はフランスでもやはり柿です日本のことばをそのままとったのです柿の話が出るとフランスあたりの人はすぐに日本のことを思い出すようです ちょうど日本でみかんの話が出るとすぐに紀州を思い出すように柿の本場から行った父さんはある時フランス人の家で柿を見せられましたほらこれが柿というものですとそこのおかみさんが家じゅうのものに見せてまわりましたその果物を、 召し上がったことがありますか、と父さんが聞きましたらそこの家のおかみさんは首を振って「いいえなかなかこんな珍しい果物をすぐに食べてしまってはもったいないと思います」と申しました。